皆様こんにちは、ファンパスアートのいろはです。今日はパステルアートでコットンキャンディーとユニコーンを描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られています。こちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきます。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙にユニコーンと星と丸、光の下書きをしています。こちらはコットンキャンディー、綿菓子の持ち手の部分になります。これらをカッターで切り抜いて型を作っていきます。カッターで切り抜くことができました。こちらのユニコーンの型の方は耳や縦紙の部分を後ほど切り分けて描いていきたいと思います。でこちらも使いやすいようにハサミでカットしておきます。それでは背景から描いていきたいと思います。あらかじめ白いパレット用の紙の上に必要な色を茶こしで削って準備しています。白色や黄色、ピンク色、水色、青色、青緑色などを削っています。コットンを四つ折りにしてパレットから好きな色を取って塗っていきます。続いてコットンキャンディーを描いていきます。消しゴムを使って形を作っていきます。好きな形に色を抜いていきます。色を塗ることができましたらコットンキャンディーの内側にも背景の色を塗っていきたいと思います。続いて持ち手部分を描いていきます。コットンキャンディーに持ち手を合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。で内側に色を入れていきます。で上側にはリボンをつけていきます。こちらもお好きな色で塗っていただいていいと思います。細かい部分は後ほど色鉛筆で描き加えていきます。続いてユニコーンを描いていきます。でユニコーンの型を合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。で縦紙と角の部分を切り分けます。切り分けた型を合わせて角と縦紙の部分に色を入れていきます。角の部分は色を変えて塗っていきたいと思います。型を外すとこのような状態です。同じようにして尻尾の部分も色を塗っていきたいと思います。尻尾部分を切り抜いた型を合わせて内側に色を入れていきます。綿棒の先にピンク色をつけてほっぺの部分に塗っていきます。星や丸、光の型を好きな部分に合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。こちらは色を抜いてパレットからピンク色を取って塗っていきます。
好きなところに星や光を増やしていきます。で、星や光を増やすことができました。で、ユニコーンとコットンキャンディーの境目部分に少し色を入れていきたいと思います。型を合わせて境目に色を入れていきます。で、続いて色鉛筆で細かい部分を描いていきます。で、リボンのシワの部分も描き入れていきます。で、黒ペンを使って目を描き入れていきます。で、白ペンでツヤと光を描き入れていきます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これでコットンキャンディーとユニコーンの完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。